なんでしょうね、今の。そう。2B。 何？いつになったらナインズって呼んでくれるんですか？ナイン S で十分伝わる。まあそうなんですけど。ここがパスカルの言ってた商業施設の廃墟みたいですね。記録によるとデパートという場所だったみたいです。通れないな。何か仕掛けがあるんでしょうか。僕らも人間だったらこんな場所で楽しく買い物をしていたんですかね。家庭の話は無意味。真面目だな、トゥービーは。警告、直上に機械生命体反応多数。森の王万歳。森の王万歳。なんだよ森の王って。気を抜かないで、ナインです。そんなこと言ったって僕はスキャナーモデルだから戦闘はあんまり得意じゃないんですよ。なんかあいつ逃げてばかりですね。爆発するぞ。なんだこれ。あなた方は。怪しいから壊そう、トゥビー。ちょっと待って。破壊する。ダメ。何なんでしょうあれ。この先が森のある地域みたいですね。目標、敵アンドロイド戦闘状態起動。我らが森の王のために、我らの王のために。来ましたね、トゥービー。油断しないでください。それはこっちのセリフ。気をつけて、ナインエス。はい。国民とは家族のよう
もしんねえな。なんだ、いいかもしんねえな。この機械生命体は王国とか王様って言ってましたね。奥の方に城らしき建造物が見えましたし、ちょっと行って調べてみましょうか。生命体の言うことに耳を貸しちゃダメだ。
でも恩義って何だべさ。引くよ戦え我らが命今このためにあると思え我らが無理のあのお城にはどうやって行けばいいんでしょうね。さっきの機械生命体たち、王って言ってましたね。機械にも忠誠心が芽生えることなんてあるんでしょうか。
にも王様が住んでそうなお城ですね。敵の攻撃に気をつけましょう、トゥビ。分かった、ナインエズ。え、今なんて言いました？分かった、ナインエス。え、違いますよね。もっとこう、ナインズ的な発音でしたよね。解析、機械生命体の部品。これは、必要なさそうですね。解析、これは
そうだな、王様ちっとも大きくなんね。どうやったら大きくなる？わかんねえ。わしらは頭が悪いからな。でも、めんこいな、王様。ああ、ちっちゃくてめんこいな。守ってやんなきゃな。ああ、この森の国には誰も入れちゃなんね。
れが王様。トゥビー、あれアンドロイドだよ。しかもあれはヨルハタイプじゃないか。ヨルハ特殊指定機体を確認、破壊を推奨。破壊？どうして？ナインエス、行くよ。トゥビー、バンカーより。トゥビー、ナインエスへ。指名手配中であるA2のブラックボックス信号をこちらで探知した。お前たちの前にいるのは敵だ。あれは奴は脱走兵だ。何体もの追撃部隊を破壊している。うかうかしていると殺されるぞ。裏切ったんですか？裏切ったの司令部だろ。トゥビー、追いかけましょう。くそ、逃げられたか。バンカー、こちら 9S、 司令官につないでください。バンカー了解、司令官に接続します。司令官、ターゲット A2 の破壊は失敗しました。そうか、しかし2人が無事でよかった。あれは非常に危険な個体だ。迂闊に近寄らない方がいい。司令官、脱走って一体何が？その情報は機密事項になっている。教えられない。そうですか。トゥビー、何？パスカルのところに A2 の情報を聞きに行こう。何か知ってるかもしれない。わかった。雨の日も風の日も嵐の日も雷の日も、燃え上がる戦場の炎の下でも、その者たちはいつも一緒でした。どうしてだか理由は分かりませんでしたが、いつも寄り添って生きていました。いつまでも、いつまでも。パスカル、こちら 9S。 おお、ご無事でしたか。うん。それより君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？何でしょう。通信はダメだ、直接聞きに行く。わかりました。敵の侵入を防いでいたゲートを開けておきます。そちらから村に入れるように手配しますね。
そうだな。話すよりも実際の記録を。なるほど。この A2 というアンドロイドですが、私たちの過去記録にもあります。危険なアンドロイドとして認識していますが、この村に直接来ることはありませんね。すみません、私の知っている情報。そう、各地を警戒しつつ一度レジスタンスキャンプに戻ろう。自我データのチェックと補給が必要だから。なぜ A2 の情報をパスカルに聞いたの？え？司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。うん、ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。おお、ありがとう、トゥビー。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。遊園地廃墟と砂漠のどこか、あとは森のあたりかな。ちょっと探してみましょう。ああ、実は近々我々レジスキミたちにも護衛。ああ、海岸沿いに機械生命体。もちろん頼んだぞ。
なあ兄ちゃん、なんで本なんか読むんだよ。知識は人を豊かにするからな。データで転送すれば済むだけだろう。自分で読まないと心の中に入ってこないだろう。わかったよ、うん、なあ兄ちゃん。なんだ。俺の名前イブって女の名前って書いてあるけど、俺たちの名前はカインとアベルとかの方がいいんじゃないのか。人間は名前を簡単に変えたりはしない。自分の名前に誇りを持てイブ。分かったよ、兄ちゃんがそう言うならイブのままでいい。いい子だ。なあ兄ちゃん。なんだ。これ読み終わったら遊びに行こうよ。きっとすごく楽しいと思うんだ。構わないよ。でも本を読んだ後でな。本当に？じゃあ俺頑張って読むよ。頑張って読むからね。ああ、そうしろ。この辺りは前回の大戦争の時に地盤が破壊されてしまって町全体が沈下しつつあるんですよね。あれを守ればいいのか。さっさと倒してお風呂に入りましょう。トゥビー、アンドロイドの風呂に入る必要はない。定期的な部品洗浄メンテナンスさえあれば問題ないはず。もうトゥビーは気分ですよ、気分。
これでこの辺りの機械生命体はおおむね排除できましたね。トゥビ、ナインエス。司令官？緊急指令だ。君たちも知っての通り、我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。しかしその空母が機械生命体たちの攻撃を受け交戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータおよび飛行ユニットを転送する。以上。司令官って本当に人使いが荒いですよね。そういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。アンドロイド部隊支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。護衛艦は退避し行動不能になった。手持ちの自衛機で応戦しているが押されている状態だ。繰り返す。こちら空母ブルーリッジ2、付近にいるアンドロイド部隊の支援を求む。反応が残ってます。その敵は今破壊したはずじゃ。そんな、こんな大きな敵どこに。何あれ。
機械生命体。こんな大きいの見たことない。クソ、 EMP 攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。オペレーター 21O9S 通達、衛星レーザーの直接攻撃を敢行することが決定。照準を安定させるため敵の EMP 発生機を破壊してください。 EMP 発生機って。具体的な座標をマップデータとして転送します。 EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。推奨 EMP 発生機の速やかな破壊。電磁波防壁があるのか。苦戦しているようだな。ヨルハ部隊。北部 12C 防衛本部から派遣された傭兵部隊だ。私は隊長の 4B。 ここは我々に任せろ。ドゥビー、ここは増援部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。トビ、ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。僕が照準をアシストします。敵の外壁が分厚すぎてこの砲弾じゃ。トゥビー、敵の内部に直接攻撃をするんです。直接。そうか。そうです。奴の口の中に砲弾を打ち込んでやってください。
トゥービー。まずいですよ。ここを離脱しましょう。あの巨大な機械生命体は過去に廃棄された兵器です。アンドロイド殲滅用として開発されたのですが、制御不能になってしまって、当時は私も機械生命体のネットワークに組み込まれていたから覚えているんですが、上陸した途端に暴走し、敵味方関係なく攻撃を始めたんですが、結局我々も暴走を止めることができなくて世界に投棄されたのですが、再び上陸を試みているようですね。そうか。トゥービー、ちょっと思いついたことがあります。ここで怪獣を食い止めておいてください。頼みましたよ。搭載予定だったミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。ミサイルコントロール起動、発射準備。ミサイルコントロール開始、確認、発射可能状態。発射。姿勢制御がこんなに重いなんて。警告、障害物に注意、接触すると重大な事故につながる恐れ。分かってるって。墜落したヨルハ部隊の捜索と救援部隊を編成しろ。トゥービー、ナインエス、死ぬなよ。